さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。というわけでね、今回もベイブレードバースやっていきたいと思います。はいはい、落とさない。はい、というわけでね、早速、まあタイトルにある通り、私は2代目バルキリー。私は2代目ゼノエクスカリバー。1代目はですね、まあ前の動画見てくれればわかるとは思うんですけれども、ここのねネジが外れてしまって、もうガタガタになりました。はい、こんな感じ、もう動きます。私はね、こんな感じでもう動きますね。俺のもとりあえず、じゃあこれね、ちょっとシール貼っちゃったけど、うん、まあロックの山の高さがゼノエクスカリバーとかけ離れてっちゃって、もう逆にバーストがっていう感じになったんで、うんうん、で補正されたところがあるんで、はい、ランブーファイブからですね、ここに補修が入りました。3段目のレイヤーにもちょっとここが厚みかかって補修かかったんで、これが取れなくなったかな、多分。なるほど。まあでも本当に初代お疲れ様でした。うん、俺のバルキリーもお疲れ様でした。ということで2代目初代タイマン入りましょうや。タイマンやな。ここは10ポイントでいきたいかな。 10? 俺熱く20でいこうかなと思ったんだけど、多分バースト祭りだから速攻で。いいだろう、20いこう。 OK。タイマンで20って1回もねえな。うん、初めてよし、行きましょう。3、2、1、GO。 おっしゃーい、おっしゃーい、おっしゃーい。追いかけっこ、どうだ、重いの2発入れたけど。いやー、でもあれだな、レイヤーのバランス考えたらまだそっちの方がスタミナあるんだろうな、このままいっても。いや、歯が上に出てるから多分風思いっきり受けちゃうと思うんだよね。多分最初の2発痛かったろ。おっしゃー、そのポコンの取り方がなってほしくないんだけど。まああれだね、やっぱ最初が結構うまく入ったみたいですね。勝ったなんか。うお、3ロック。でも3ロック、うぅ、楽しい。紙一重、楽しい。いきます、3、2、1、GO。 オーバー、フィニッシュ。おー、下いけりしできたのこの人で。この男だ、いたーみたいな。違うから。そこっつって。そういうゲームじゃねえから。そこ、ピッキューンピッキューンって言ったな、それ。3、2、1、GO。 おっしゃー、だからね、一目に来んなって。4ポイント。はい。4、なんかタワーが完成してるじゃねえか。3ロック。おー。面白い。これはダメだ。3、2、1、GO。 よいしょー、よいしょー。首かしげちゃったよ。おいしょー、おいしょー。ノーロック。おー、ワンロック。これでノーロックって言われたらちょっと微妙な気持ちになったけど。いきます、3、2、1、GO。 フレッシュ。多分オーバーとバーストしかないと思う。それ言ったらあかん。まあ当てないか。2対4。いきます、3、2、1、GO。 なんかさっきと同じ、全く同じ動きなんだけど。デジャブ。痛いな。あ、さっきそれはなかったな。いや、時はね、動き出す。3、2、1、GO。 しかも全部同じところ。おお、それだけで俺追いついちゃったけど。自滅で追いつかれちった。これはこれで楽しいからいいんだけどね。いきます、3、2、1、GO。 おー、パソー。今出て自分で結構ダメージ受けたよね。よいしょ、こっちだな。先に出たぜ。ででんで戻ってきたときに。ほんとだよ、多分。結構いやー、面白い。おもれーなー。破壊祭り、破壊祭り。あとオーバーな。自滅祭りだよ。3、2、1、GO。 おっしゃー、そこ溜めてたのに邪魔しないでよ。ワンロック。溜めてたとこ邪魔されたで、今。うおー、あ、ちょっとごめんよって。ワンロック。いやー、おもれー。いやー、早速オーバー出ちゃいましたね。なんか何やかんや言ってる。ね。3、2、1、GO。だから邪魔しないでー。
デジャブ多いな、なんか。なんかお互いさ、こことここに出るよね。俺だってメガケンでこっちとけ。俺の場合両方あっかんね。うん。右回転の事情で多分こっち行きやすいからあれだけど。うん。いや楽しい。3、2、1、ゴー。いけ！おー！もうオーバーばっかり。オーバー。バリーンがない。よいしょ。ワンロック。ワンロック。6対7、6対7です。Yes。3、2、1、ゴー。オーバー！フィニッシュ！ジャスティス！うるせえ、こいつ。楽しくなってきた。いいね。よし、来いやー。3、2、1、ゴー。オーバー！ボン！それ、ちょっと順序違えか。さっきジャスティス言っちゃったから、締め言ったら。それ言ったらあかん。てか俺、あれだよね。だいたい自滅で。俺見てくれてる。ね。5点は。俺だってバーストと、うん。オーバー1回か2回ぐらいしかしてないもん。多分1回。他全部締め。ありがとうございます。ありがとうございます。3、2、1、ゴー。今のは壁走ったんで、シューミスで。そして自分の膝を負傷する。これ痛えな。俺もそんなので似てるんだよな。これ下向いてっからさ。焦るわ。3、2、1、ゴー。あわー、フィニッシュ。ちくしょう。俺よかったって、ここにガリガリ吸ったからね。あ、そうなんだ。あ、やっちまった、負ける。どうすっかな、ランチャー変えようかな。あれ本気だし。いや、本気すぎて逆に出てくじゃん。いいんじゃないですか。やっぱそれぐらいないと面白くないですよね。絶対自滅を誘ってるよね。別にそんなこと言ってねえし。角度ドフン。はい、3、2、1、ゴー。おーし、おーっしゃー。オーマイガンネス。2ポイント。こいつよ。8対10。やっとだよ。どっかした今。どっかした今。あまりにも邪魔だったね。ちょっと待って、それ。アニメをシュートしないと死ぬ。3、2、1、ゴー。俺は多分直で出たのでなしでいいです。すいません。抜けた今。バキバキっつった。俺そんななり方できない。できないの？これしかできない。俺ここのパキ、筋肉で骨を動かして鳴らしてる。絶対無理。3、2、1、ゴー。楽しい。俺のどこ行った。俺のエクストリームがそっちに行ったっぽいな。ねえ、俺の頭もないんだ。まとめてどこ行ったの？あ、俺の見っけだ。俺のは。どこ？俺のは？俺のエクストリームどこ行ったの？エクストリーム。ちなみにこの辺だった。すっげえぜ。あれ？ノカトでお送りします。え？ない？あれ？ガチなし？まあちょっと後で探そう。何？代理ガン。エクストリームだったらもう一個あるよ。あった。あんだよ、あんじゃねえよ。ありがとう。どこまで吹っ飛んどんじゃねえ。始まる飛んでったね。あった。来たっこいしちゃった。まったく働かせやがって。ありがとう。で、俺、今の話してる。3、2、1、ゴー。同点やな。いろんな意味で。同時でな。おお。3、2、1、ゴー。スタートでーす。イエス。なんか壁に挟んでいい感じに与えたと思ったらカウンターが来たわ。やっぱ下ろすのはこの制限ですわ。ちくしょう。うお、やっぱ点がやべえな。3ロック。うおふい。3、2、1、ゴー。オーバー。危ねえ。オーバーからのオーバー。
あぶねえ。ちくしょう。ちょっと待ってね。気合い入れる。よっこしょいち。いきます。はい。3、2、1、GO! なんだー痛い踏んづけたね、完全に。踏んづけんだよ、お前。かわいそうだろ、全くよし。10対12。よしよし。10対12です。うん。すっげえ剥がれてきた。早いな。さすがよ。3、2、1、GO! おーここやな。危ない危ない危ない。てか次からさ、次じゃねえや、うん、ってこの試合が終わるじゃん、うん、したらさ、やっぱぶつかってからにしよう、うんうん、全部終わってからそう、あ、はい、だから今回はしっかりあの公式ルールのっとってね、はい、たまにはね3、2、1、ゴーギリチョンでオーバーくっそー、今触れてなかったらワンチャンあったのに確かにね追いつけねえな13、ん ?11 対13。うん。3、2、1、GO! うわぁ毎回ここなんですよ確実にいける。よし。確実にいこう。当たればな、勝率ではなかなかいいんだけどな。よし、来い。当たらずに負けるもんな。3、2、1、GO! またお互いここなんだから。ええ、うん。雑っノロク当たってないの3、2、1、ゴーシュだからあ痛いありがとう13対14まあ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 、はい、3、2、1、ゴーシュなんでかなんでかな追いついたおかしいな俺も大体点上げてんだろうないや多分俺の方が上げてる絶対上げてるありがとうございます多分10近く与えたと思ういや貢いでくれますから3、2、1、ゴーシュ当てろうーんソフトおーバースベーシュこれバースベーシュも同じぐらいでしょうやべえな16うー俺の手にいっぱい返っちゃったえ俺の手にいっぱい返っちゃった3ロックおお。3、2、1、ゴースうわー3連発やべえ2ロックちくしょう圏内うえいなんか今さ政権がないって言ってるかと思った剣ない違う剣がないみたいなリアルバースト起きちゃって剣ないだぜケイちゃん OK 3、2、1、ゴーおーっとニコ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 もう次俺がメスったら終わりだ状況対状4オーバーフィニッシュ1回でも負けだね僕のポイントです外れてる公式ルールもう今度から絶対やんねえから思いっきり引いてあげるよしょうがないなってくれん3、2、1、ゴーいや今の俺が負けじゃねなんか今どっちもなんかフンつって見えたけどあそう俺は先に落ちて落ちたと思ったけどもう一回もう一回もう一回あいいよなんか怪しいのはちょっと気にかないんでもう一回あいつ言いますはぁ、どちらにせよなぁ、厳しいんですよ。なんだそのやり方。おぉ。3、2、1、ゴーシュ。おっしゃぁ。いやぁ。確実に決まった。と言ってもなぁ。と言ってもまだ。まだまだまだ、まあ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 。16対19。落ち着いていこう。あと1ポイント取ればいいんだから。ひぃ。ひぃ。俺、入れるために余力シュート打ったらバーストしちゃいますよ。おう3、2、1、ゴーシュ今のは先にバーストしたけど多分空中だったので、うん、なしはい、はい、危なかった今お互いエクストリームだからなどっちがどっちだかたまにシール貼ってる方だからな狙うはバースフィニッシュ同じく3、2、1、ゴーシュ持ちこたえてよし
しよし、やっと入った。あとは、あとは。お、珍しくスピンフィニッシュの予感。確かに。当たんね。うまく避けるね。剣は向かなかったが、ちぇー。ワンロック。17対19。おっと、中途半端になった。よし、これで次バーストされてもまだ大丈夫だな。そうなんで、まだ剣内じゃないんだよ。よし。おっと。3、2、1、ゴーシュ。危ねえ完璧落ちたと思った、今。ね。うわーよっしゃーオーバーキルー全部つかりまーす危ねえな、お前ファイヤーはい、というわけでね、打ち砕かれましたー21対17勝者、ゼレックスカルバーありがとうございます